アバンドデッドハットやっていきましょう。なんか兄弟と一緒にとある怪しい小屋を探索するみたいなゲームらしいです。はい、ホラーゲームなんかな。はい、おー、今浮いてた？今車浮いてたよね。お、兄弟元気か？弟か？この感じ。一応主人公体ないけどないけど女性主人公らしいんですけど、はい、行きましょうか。行くわよ弟。あれ、どこ行ったらいいの？とりあえず国道乗って、これ右車線左車線どっちやろ。日本じゃなさそうやんな。いや、日本か、どっちや、わからへん。海外のゲームやと思うねんけど。どうも弟。もうスマホいじってんのか？ね、それ指紋使えへんようにペンでスマホいじってんの？スマホじゃなかったわ。思いっきりメモ帳や。弟、もうそんなばっかメモ帳なんてして、最近はスマホの時代よ。スマホのメモ帳にメモしなさいよ。鉛筆のインクももったいないやん。鉛筆のことインクっていいか知らんけどさ。そんなこと、そんなことばっかしてんか、お前は視力悪いねんで。弟、たまには運転変わりなさいよ。私を、姉を立てなさいよ。弟、景色をメモしてんのか、さっきから。外チラチラ見て。私の方を見たら？私が喋ってんやからさ。私の顔見て会話しなさいよ。弟、なんか、え、すごい。めっちゃすごい。巨人の指紋みたいなのがついてんねんけど。この車のフロントガラス。ちょっと拭いて拭いて。これ内側についてる、外側についてる？弟、なんか私の方ばっかね。私の方ばっかね。指紋ついてんの。あなたの方だけ拭いてるんじゃない？あらやだ。行き止まりだわ。道路がないわ。弟、このまま前に行ってもいいのかしら、私。めっちゃバウンドする。大丈夫、大丈夫だった弟。いや、このゲームさ、一応ストアページに、少しの休憩と、小粋なトークを交えながら移動してて、家に着くって書いてあったんやけど、小粋なトークいつ来んの？弟くん喋ってくれへん？ちょっと荒れるわよ、弟、私の運転。カッコしなさい。ううう、ほら荒れた。ほら荒れた。大丈夫、元気よ、弟。なんか反応しなさいよ。陰キャすぎるやろ。飯食ってる時の小原さんかよ。弟、お姉ちゃんね、最近悩みがあるの。ちょっと、バストが大きくなっちゃって。こっち向けや。え？ってこっち向いてくるからと思ったのに。畜生。おー、よしよし、しょうもない出たら道着いた。やったわね、弟。お。5時間後。最初からカットしてくれんじゃ。おー、なにこれ。怪しい奴らいる。警察？警察はこの高速道路を続けて河口路に到着するかどうか尋ねます。河口路がどうかわからへんけど、到着するんじゃない？食堂で待ってるよ。夕食に行く前にまず警察に聞いてね。お前誰？弟ちゃうな。弟イメチェンした。あ、弟なんか。え、緑色の、なんか、緑色っぽかったや、いろいろ。柱にぶつかってる。あいつ柱にぶつかってる。やっぱ目悪いかな。息ってサングラスだってするから。あ、誰かいるやん。あら、あなたも指紋だらけの車ね。はーい。すみません。河口路がどこにあるか知っていますか？これ上と下なんか違いある？すいません。河口路がどこにあるか知っていますか？こんばんは。河口路がどこにあるか教えていただけますか？下の方が、丁寧かな。はい。高速道路に沿って進み、2番目の角だけを右折してください。2番目の角ね。何が違う？ありがとう。どういたしまして、この高速道路では気をつけてください。すでに何人かはこの高速道路で行方不明になっています。ほう。兄さんのところ行く。あ、お兄ちゃんやったんや。ごめんね。弟だと思ったわ。なんか知らんけど。はーい。これ警察？ポリスって書いてあるけど多分警察ちゃうで。コスプレちゃう？こんな銃携えてるやついる？エクスフォース、なんか、停止していいけど。ね、それ拘束されてんの？こんにちは。え、喋ってくれへん。お兄ちゃん、話が違うぞ、お兄ちゃん。警察から話聞くって話だったよ。あっちが警察やったんか。あっちがボスか、まさか。あのボスを護衛するための下っ端なんじゃ、こいつら。うわ、この銃かっけー。武器の差ありすぎやろ、君ら。お兄ちゃん。高速道路に沿って、
はいはい。高速道路に沿って進み、二つ目の角を右折するらしいですよ。この情報について本当によろしいですか？誰が誰に聞いてんの？はい、完璧に覚えています。美しさ、何か食べましょう。終わったら車に乗らせてください。仲悪いんやろうな。車の中であなたが出発するのを待っています。運転中に寝る機会を利用してください。あ、代わりに運転してくれるのかな？まだなんか作ってるけど、もう食べた僕ら。まだ食べてん、あ、もう食べたんか。食べながら喋ったらよかった。マスターありがとう。マスター何煮込んでんの？自分の髪の毛煮込んでんのかな？警察とかは？あ、もうなんか出て。固まった。やられる。この高速道路は早朝に人が消えることが多いので、帰りは気をつけてください。誰が喋ってんの？誰が私を耳元で囁いてんの？高速道路で失踪者が多発してたため、私たちはコーヒーショップを警備していました。あー、警察の人かな？兄弟に運転するときは注意するように警告して伝えてください。わかった、気をつけるわ。おっつー、君ら喋ることできるんよね。じゃあ私が喋り返ったときに喋ってくださいよ。一人減ってる？ハンドガンの人いなくなってへん？私が止める！さあ来い！あ、邪魔、ごめん。出てってよ。ポリスメン。これさ、この、バーの店長が犯人やったりせえへん？そんな気もするよね。ちょっと店長怪しいな。またスターはね、お兄ちゃん。次は運転頼むわ。兄ちゃん、運転ありがとう。横から見たらサングラス、メガネに見えんな。真横すぎてちょっと気づかへんなんか。これサングラスだったんか。なんか喋れ。広域なトークしろ。お兄ちゃん？何してんの？こうならへんために運転疲れした私から運転変わってくれたんじゃないの？お兄ちゃん。ちょっとどうしたの？前方何かが走ってるのが見えたので、それを避けるために道路から外れました。なんか言い訳しとるで。ほんまか？前見といたらよかったわ。警官はこの高速道路には気をつけろと言った。まあこれは事故る前に言うべきやったね。私のことは心配しないでください。この車を修理してみます。おう。懐中電灯をお持ちの場合は車のメンテナンスに役立つツールを探してください。道の反対側に道があるようです。道の反対側に道があるようなんですか？わかりにくいこと言うね。助けを求めてください。スマホとかないの？スマホとかない時代なんかな？道の反対側に道ってこっちか。え、お兄ちゃんとずっと二人コードでなんか、戦うもんやと思ったけど。ちゃうんや。結局一人かよ。こっちね。ずっとお兄ちゃんと一緒がよかった。そんなん普通のホラーゲームやん。お兄ちゃんがなんか面白い行動してくれることを期待したのにな。で、こっち行ったらええの？ここで小屋を見つけるんかな？まあ何かしらの事件があって行方不明者多発してる中、主人公がとある怪しい小屋に行き着くという、まあ王道やね。最後にお兄ちゃんが助けてくれることを期待するかな。ああ、見つけた見つけた。ああ、怪しい。周りなんもないで。なんすかこれ。ログハウスってやつか。ちっさくね？いろいろと。女の子も私にぴったり。あ、すんごい露骨に修理できるやつがある。スパナや。お兄さんのところへ行く。お。え、これあれ？幽霊とかじゃなくて。犯罪、おお犯罪者が怖い系かと思ったら、あれは人間の動きじゃなかったな。いや、これは、人間か、人間の仕業か？襲われたんか？畜生！私を、あ、なんか私の体ある。私の体ある！いつの間に体作ったん？なんか、髪の毛か、これ。結構、ロングヘアなんかな。で、スカート履いてる。はいはい。ちょっと運動に適してへん靴っぽいな。いや、これスニーカーか？わからんけど。兄ちゃん助けて。プレス F。なんでこんなものが牢屋の中に。
いいんですか、こんな置いといて。脱出できるよ、私。私、器用なんで。うわぁ、割とガチっぽい。割とガチっぽい。ここをこうして、よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。あー、もうちょい、もうちょい、こっちかな。おちょい、き。やめて、なんか結構うまいこと言ってる。僕が普段からこういうことしてるみたいになるやん。もうちょい、こちらへんやな。おちょい、来た来た来た。えぇ、主人公、もしかして犯罪者なんちゃう？峰不二子やん。違う、ごめんなさい、ごめんなさい、違うんです、違うんです、違うんです、すいません、すいませんでした、すいませんでした。牢屋入ってまーす。おー、怖い怖い怖い、怖ー。巨頭不審すぎる。何してるんですか？違う、牢屋とか入ってるやん。じゃあ入ってますやん。なんでやねん。で、このムービーなんやねん。大きい、がっつり出ていくよ、出てへんねんな。これ、私の分身？私のスタンドが出てた。無理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 。あいつ足早すぎもん。よしよし。鍵ゲット。すんごい近い位置に鍵あるな。もう3つ見つけたで。2つ目。追いかけてるわけじゃないんか。あいつランダムに走ってるんか。オッケーオッケー。バカい助かったぜ。目見えへんのかな、もしかしたら。いる？いいひん、いいひん、いいひん。よしよし。私、牢屋に夢中や、あいつ。私の匂いに夢中や。オッケーオッケー。いい、よしよし、大切です。あばよ。あばよ、犯罪者。お兄ちゃん、助けて。ああ、やばい、見つかった？見つかりました？走れ！お兄ちゃん、うわあ！ブリじゃねえ、今の。お兄ちゃん、武器持ってるやん。仕留めてよ、一撃で。いや、今の。無理やん。今の無理ですやん。振り向くと、奴がいる。おー、お兄ちゃん。いや、どうすんのすいません、わかんないです。ちゃんと避けるんか？避けるとか出させたやな。あいつは一直線やったな。ってことはどうする？あ、これ、ちょっと待って。バックでも走れるぞ。振り向かずに、バック走行。ムーンウォークで走ったらええんちゃう？出てませんやん。出てませんやん。そんだけ顔隠すなら目も隠せ。ムーンウォークでムーンウォーク。お兄ちゃん絶対私のこと撃たないんでね。私まっすぐ後ろに行くから、ちょっとお兄ちゃん左右に避けといてや。頼むで。さあ、振り向く。バック。ムーンウォークで行きます。ちょ、視点が変わったんですけど、今まで視点変わってなかったやん。ほんと、いろいろ優しくないゲームね。そこがいいところなんですけどね。なんか、ここまで荒いゲーム久しぶりやわ。はい。まっすぐ。ムービー終わったらどこ向くかわからへんから。どっち向いてかわからへんね。壁向くのやめてくれん、主人公。じゃ、ここどこやねん。ログハウスじゃなくなってるよな。ここどこなんや。さあ気をつけろ。壁向くか、それとも、この状態で。これ早い。いいよ。私のこと言ったらいいね。さすがお兄ちゃん。弾道を曲げたな。ギリギリでした。私は、あなたを決して捨てないと言いました。そして私は、それを疑ったことは一度もありません。かっこいい。ちょっとかっこいい言い方。終わりじゃない。道路で警察が見えた。この道をたどれば着くよ。まだ続くんか。ふむちゃん、ハンドル握ってるフリー、それ。もうハンドル握らせへんで、事故るから。ちょ、追いかけてくるかもしれんかってか、ちゃんととどめさした？死体確認せんでいい？兄ちゃん。まあ、いざとなった時は、ね、戦闘になればお兄ちゃん頼りになるから、車の運転はクソ下手やけど。頼りにしてで、これはもう一悶着くるやろ、さすがに。暗くない？道暗ない？彼は知らなかった。いた、今走ったやついる？もしかしてお兄ちゃんが事故った時に横切ったってやつってあいつなん？あいつ自ら車を事故らせた。身体能力化け物やな。お兄ちゃん銃残ってる？弾撃ち尽くした？
まあ、妹守るためやから焦って打ちまくった可能性あるよな。ここどこやね。だいぶ違うところを移動させられてんな。よう見つけられたな、お兄ちゃん。ああ、もうつく、もうつく。え、特になんもなく。多分警察、助けてくれ。奴を仕留めてくれ。警察。じゃあ、お兄ちゃんから喋って。男の人が喋った方がええんちゃう。私怖い。あの人たち。襲われそう。こんにちは。犯人がそのエリアにいる可能性があるという情報を入手しました。お兄ちゃん、通報してくれたのかな。君たちが生きて戻ってきたのは嬉しいけど、あとは我々に任せて。やられそう。あ、警戒になった。マジか。また誤報だったような気がします。うわ、油断してるぞ。油断しろぞ、こいつら。いや、もう三人もいるから、二人いられてもいいってことやん。このテーブルの上には二枚の書類がありますが、普通の人が書いているようには見えません。あ、やっぱちょっと気狂ってる方なのかな、犯人は。プレス F。手紙7。ほう、7から拾っちゃった。ああ、私が巧みに指揮した影との彼らの必死の戦いを見るのはなんと美味しいことでしょう。はい、皆さんの中には、束の間の解放感を感じたものの、結局私の歓迎の腕の中に持ってしまった人もいます。ああ、希望が絶望に変わり、絶望が狂気に変わるのを見るのはなんと感動的なことでしょう。私の痛みと苦しみの絡み合った綱から簡単に得られると思わないでください。私のルールに異議を唱えようとする人は、私の心の影がどの細胞よりも暗いことに気づくでしょう。すっげえ、かまずに読めた。かまずに読めたっていうセリフを感じちゃった。ちょっと何言ってるか分からへんな。手紙4。4と7。影の支配者、苦痛の建築家である私が、この暗い秘密を告白します。私の歪んだ心の暗い壁の中に私を飲み込む恐怖、目に見えない束縛の中に私を閉じ込める恐怖があります。広大なオープンスペースの広がりは、私がこれまでに人々から引き出したどのような苦痛の叫びよりも私を怖がらせます。隠れる場所がなく、さらけ出された感覚は私の心の奥深くまで鋭いナイフで切り裂かれているようなものです。自分が傷つきやすいこと、逃げられないことへの恐怖。彼もなんか一応、苦しんでることは苦しんでるんかな。なんなんこれ。犯人建築家ってことでええの？翻訳ミスじゃない限り。これも犯人が建てたんかな。だいぶセンスないけど。手紙さん。私は見捨てられた暗闇の中で生まれ、幸福の幻想に中毒し、正気と愛情を奪う物質の海に溺れ、両親に望まれなかった子供として生まれました。私の生まれ故郷は暗い孤児院で、そこで孤独が唯一の友であり、痛みが唯一の慰めでした。時刻が刻むたびに目に見えない運命の糸が私の苦悩する魂を織りなしているのを感じました。放棄は私の存在を形作り、私は絶望と絶望の亡霊に変えました。ああ。私は自分という存在の牢獄から逃げられることをどんなに絶望していたことか。しかし、相続財産の鎖は容赦なかった。そして運命の日、私が自分の本当の使命を発見した日がやってきました。まるでベールが引き裂かれ、私の中に脈動していた闇が明らかになったかのようでした。私は他人の痛みや飽くなき中毒のように私を養う苦痛の中に喜びを見出しました。まあちょっと、歪んだ家庭環境。あれか、両親に捨てられて孤児院で育って、いろいろしんどい思いしたけど、あの時気づいちゃったんかな。他人を傷つける喜びっていうのに。ちょっと翻訳クソやけど、あれやな。あ。ミスった。メニュー開いちゃって、メニュー閉じようと思ってメインメニューっていうのを下戻っちゃった。はい、気を取り直して、まあまあ他人を傷つけることの快感を覚えちゃったってことなのかな。まあまあ雑なゲームの割には意外とちゃんと設定はあるんやね。翻訳クソやけど。で今743やんな。多分これパスワードになってるんちゃう？ほらほら。で、あと一つどっかにあるんじゃない？でも743やったらもう当てずっぽでいけちゃうけどね。743。まあまあでも手紙を見たい人手紙探す、あったわ。あったわ。奥の方行かなあかんのかなと思ったけど。ありましたわ。助けて、助けてください、被害者。集合。はい、天候、1、2、3、よし。
何しろ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 、なんでプラスチック爆弾を、なんでこれ席もしてよ。爆発を許可、ちょっと まだ許可して、まだ許可して、リーダー許可してません。あいつに許可ね。おー、びっくりした。何勝手にしてんの、ほんま、びっくりするわ。さっきこれ読もうや。手紙9。黒スーツのところ、30代から40代。純資産、銀行マネージャー。黒いスーツのところ、黒いジャケットの着た女性。青い目の女性。これを犯人狙ってるってこと？それともただのパスワードのヒントかな？でもようわからへんよな。いやー、わからへんな。でもとりあえずこの手紙9っていうのはパスワードだと思ってんねんけど。照準ってことは9734かな？ 9743 が9743でええんかな。僕単純にこの順番かと思ったけど違うみたいやね。9743。照準って逆？3473。3479。479。来た来た来た。文字0。この囚われの暗い迷路の中に、あえて発見する人はほとんどいない隠された隠れ場所があります。うん。あ、それだけ？指揮官、掘るの様子を確認しましょう。彼はおそらくもうここにはいないでしょう。ないない、どういうことこれ、馬鹿しいの？どこ行くん、どこ行くん、あいつら。おおおおお、掘るいましたよ、掘るいましたよ、掘るいましたよ。やった、助けられた。あいつ見限りやがって、あいつら。彼はそれを何とか繰り返しました。うん、パスワードはしてるよ。うん。それ解いた。解いたよ。ん？ここが隠された場所じゃないの？どういうことだい？君ら何止まってんの？逃げようよ。多分捕まった人らなんやな。ここに書いてある被害者の、これは多分被害者、捕まえた人のメモなんかな。捕まえた人らの特徴なんかな。え、こっち行かんでいいの？あ、こっち行けへんねや。こっち行けへんねや。はいはい。本来は、こいつは助けて、パスワードの入力の仕方分かって、そこ開けて、話が進むんやけど、僕は、彼らのヒントなしで行っちゃったから、もう先に進んじゃったやん、話が。だから警察下がってったやん。割となんかカオスな状況になっちゃったけど。てか、あいつら、こっちこねえの？危なくない？あ、隠された場所ってこれ？こっか。これ隠されて、おおい、ガツリガツリ行く。いや、行ったれ。いいぞ。下のメッセージ邪魔。下のメッセージ邪魔やねんけど。大丈夫か君ら、あまり先行しすぎると良くないこと起こるぞ。大丈夫か？死亡フラグ立ってる気がするけど。さあ、2対1。いや、3対1か。僕銃持てへんねんけど、なんか知らんけど。あんだけ立派な武器持ってたやん。なんで今反動感しかないねん、君ら。追い詰めてるか追い詰めてるか、うわ、まだ奥ある。ここ僕が鍵ずっと探してた場所やんな。さすが謎の建築家、どんどんマップが広がる。よし、追い詰めた。やったれ。もう撃て。てか、お兄さんが結構撃ってたけど、不死身なんかな。さあ。現行犯で逮捕する。両手を上げて、こっちを向け。それは何ですか？ちょっと待って、やり直すわ。一回ゲームやり直すわ。字幕が被ってて見えへん。字幕の意味がわからんとはいえ、さすがに何もわからへんのはよくない。皆さん、このゲーム最初からしかできんと思うじゃん？なんと、小選択できるんですよ。はい。あと2章あったね。こっからか。てか、思いっきり、隠された場所思いっきりあるやん。入れへんし。僕も見逃してたけど。え、警察、メモ見つける前に、ここ別れよ。よし、隊長についてこいよ、まだ。行くぞ！お前には黙秘権がある。両手を上げて、こっちを向け。それは何ですか？消えた。持ってこい！戻ってこい！逃げたんか？閉じ込められた？うわ、無能警察。
あ、ナイス、言うの。気軽にプラスチックバケタン使うね、君たち。ちょ、言うて言うて、起爆とか言ってくれやんさ、事故るやん。あの状況で逃がすの相当やばない？いや、あいつを逃げ足が早いと思うべきか。いやいや、撃て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 。遠距離で、なんで今撃つのに追い詰めた時撃たへんなんていう疑問がずっとあんねんけど。弾切れかな？走ってばっかりだ、こいつら。逃がしてるやん。何してんの、警察。あんだけフル装備やったのに。よしよしよし。やつめどこに行った？こういう時って、後ろに乗ってる人って偉い人な。それとも助手席の人が偉い人な。運転手一番偉いってわけじゃないな、多分。これ前見といた方がいいかな。またなんか見逃すかもしれんし。いや、さすが警官。ハンドルの切り替えがうまい。さっきの主人公とは大違いや。こう参ったらあの兄弟に出会えるんじゃない？もう兄弟帰ったかな？結構長いな。キャ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 。あの車はあの兄弟の車かな？お。あれ犯人か？あれ犯人か？逃がすなよ！運転技術がうますぎる！ナイス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 ドリフト！いよいよ！さあカーチェイスしてる！撃て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 ！助手席の君撃って！バンクサスだバンクサスだ耐えないタイヤ！結構なんか しっかりカーチェイスして、おーナイスー！うますぎる！運転がうますぎる！あ、でも違ってる。さすがに慌てたようやな。よし、逃がすともけーと言いたいところでちょっと周り探索出して。ここ何？廃棄された場所。でも僕一人？あれ、パトカーは？あれ、僕捨てられた急に。急に捨てられたんやけど。あれ、どこ行ったら同僚消えたんやけど。まあまあ、ええわ、ええわ。逃がすかよ！なんや、ここ。これも奴が作ったんかな？こんな迷路みたいな意味わからんもんな。うわ、マジで迷路や。最初の兄弟に会えへんの。あの妹ちゃんとお兄ちゃんに会えへんの。まさか警察主人公で相馬進むと思わへんた。絶対誰かやられると思ったもん。三人いて誰もやられんとかあり得る？ホラーゲームの警察で。主人公に向かって、あとは私たちに任せてくださいって言って、そのまま警官が普通に敵捕まえて終わるなんてことあるんかな。鬱陶しい構成になってんな。これ帰ってきてる気がする。うわ、普通に迷ってんねんけど、小村さん。普通に迷ってんねんけど。え、これ、あいつが削ったん？ガオンしたん？レンガを削るほどの身体能力なんか。一応個人出身で、なんか精神病んじゃってるやばいやつやけど、身体能力高いのはなんか理由あるんかな？そこは特にないんかな？なんで僕のこと置いてったん？君たち。犯人どこ行ったん？え、僕が運転すんの？僕が運転すんの？なんでやねん。なんでわざわざ君ら運転したのに僕に変わんねんよ。そっちで、そっちで。はいはいはい。でも自動で運転してくれって僕もう後ろで実況しときたい。こんな狭いところがなんで車で。結構運転難しいねんぞ。割としやすい方であるけど、いろんなゲームの中では。ハンドルが結構効くねんな。せやけど、視界が悪い、何よりも。ゴミ捨て場やな。ほーら。ゴミのような犯罪者よ。お前が焼却処分されるのももうすぐだぜ。ほら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 。さあ、追い詰めた？ラストステージか？雨降ってきた。もうラストやん。さあ、追い詰めました。1,2,3,4,5,6 自分入れて7人。もう一人いたか？いや、いいんだな。さあ、7対1。さすがにこれは追い詰めたでしょう。出てきなー。さあ、八方塞がり。この状況、勝てると思うなよ。階段雑。手すりとかないんですか？さあ、特殊部隊がどんどん追い詰めていく。一体どうなるのか。何人やられるかな。こんだけ、警察集まんのもなかなかないわ。お、追い詰めてる。大丈夫か？歌わへんじゃん、もう。こんだけやらかしてんだから、もう追い詰めて。おー！
はしかれよ、はしかれよ、バケットも仕掛けました。今すぐ分店は建物から出してください。出ろ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 、おお、優秀。建物に穴がたくさんある、その中で君を待っているよ。何しやの君ら、何しやの君、何しやの。フットビーチに着く。とりあえず上に、とりあえず上に。小隊長だけ行方不明。なんで僕小隊長？僕だけだから行方不明になってる。なんでや。時間がない、時間がない、時間がない。どっち、煙で見にくい。そこら辺リアルにしたんでって。上に上がれ。小隊長頑張れ、小隊長。屋上からジャンプでヘリコプターに乗るんや。映画さながら、どっち、こっちか。うわー、つながれて、そのあたりからの、飛べ、ジャンプ！ふぅー。いや、熱い脱出劇やったね。お疲れ。ようやった。これ、一番上にいた二人かな。君らが、南京城、銃で破壊してくれたから脱出できたもんやからな。ありがとう。運転手いる？運転手いる？これ、誰が運転してんの？君ら、前運転せえへん？こっち見といた方がいい？重要な情報は多分こっちやな。何回逃がすねん、あの状況。取り囲んだ状況から何回逃がすねん、このゲーム。さあ、また取り囲んでる。いいよ。さあ、来ました。お、降参してる。ついに。ただ最後まで油断すんなよ。お前らも銃込めとけ、念のため。さあさあ、もう蜂の巣にした方がええんちゃう？ほら。まあまあ、こいつもかわいそうなやつやからな。人を監禁とかしたけど、殺しはしてないんじゃない？行方不明者はいる言うてたけどさ、結局、壁の中にしまってただけで、殺してはいなかったよな。まあ、殺すのだけは勘弁したるか。待て。彼には情状酌量の余地がある。あなたとあなたの分隊は犯人を捕まえるという粘り強さで昇進しました。やった。昇進した。普通に捕まえてる。終わった。最初の主人公消えたやん。普通にあの後帰ったんか、あの兄弟。最後、殺したらどうなんねやろ。誰か救急車呼んで。こんな感じだったやん、あいつ。大ダメージ受けてやんけ。これでダメージ受けてもう観念してたんかな。これ後ろが崩れてたんかな。ああ、なるほど。もうあいつも、ああ、はいはいはい。これでどんどん私だけ取り残されていってたんや。ちょっと状況見えてなかった。で、今なんか前にヘリコプターあったね。でも崩れちゃっていけへんから、しゃあなしに逃げて屋上行ってたんか。でもあいつこの飛び降りで体力使い切ったからもう観念したんかな。いや、ここら辺結構ドラマチックやから、もうちょっと見やすくしてくれたらよかった。いや。落ちた。落ちた。あ、落ちなかった。よかった。雑なゲームではあるけど、なんか光るところはあるよね。突っ込みどころが多いだけかな。割と面白いんだけど。この二人って、あれかな。ずっと一緒にいた二人なんかな。分隊長の。あの状況でよう生き残った。これ終わったら僕ら昇進するから一緒に酒でも飲もうな。今回は分隊長のおごりや。よし。じゃあ殺そう。ほら、殺すぜ。はい。かわいそうに。あなたは違法な命令を指揮したため、警察の職を解雇されました。彼の正体は不条理な命令に従ったため、除名された。そうですか。正直警察が昇進したら除名になったからってどうでもよくね。気になるのは犯人がどうなったかやん。まあ、バッドエンドは犯人殺していくのさ。まあ、グッドエンドの方も、犯人あの後捕まって何もせずに終わった。なんかあるんじゃないのって思うよね。ということで、はい。アバンドネットハット。面白かったです。